こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回は生徒さんから寄せられたドラムに関する質問や悩みなどにお答えしていきたいと思います。今回はリズムに関する、悩みにお答えしていきたいと思います。なかなか、バンドとかをやっててリズムが安定しない、走るとかもたるとかっていう言い方をするんですが、他のメンバーが、演奏したいテンポよりもどん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 ドラムだけ速くなっていくっていうのを走る、逆に遅くなっていくのをもたるっていう風な言い方をするんですが、この走るもたるっていうのは、ちょっと人によって、感じ方が少し違うかと思います。まあ、バンド全体で速くなってる分には、特にバンドで、演奏が合ってれば特に問題ないかと思います。遅くなってるのもバンド全体が遅くなってるのでは、特に問題ないと思うんですが、ドラムだけ速くなったりドラムだけ遅くなったりっていうのはちょっと、そのバンドのアンサンブルとしてはちょっと問題があるのかなと思います。でここで、まず意識してほしいのが、下半身足ですね。まず足のリズムがしっかり取れているかっていうのを、意識してください。でドラムに限らず、歌う人も、ボーカルの人もギターの人もベースの人も、ピアノの人も、ですね、皆さん、足はそんなに使わないと思うんですね。ギターもベースも足で音を出すっていうことはないんですが、やっぱりリズムがいい人っていうのは下半身でリズム取る習慣がすごくしっかりついています。で、ドラムというか打楽器に対しても、太鼓とか叩く方ですね、和太鼓叩く方もしっかりそこで、下半身でリズムを取ってないとやはり、リズムが崩れてしまったりっていうことが、よく起こり得ます。で下半身でしっかりリズムを取るっていうのは、やはり手のリズムはいろんなリズムを叩いたり弾いたり歌ったりしなくてはいけません。でそこでどこの拍でしっかり、入ってるか、どこの拍でリズムを取ってるかっていうのをしっかり足で感じなければいけません。なので足でしっかり四分音符なり、二分音符なりその曲の一定のリズムをしっかり足で取れてるかっていうのがすごく重要になってきます。なので、普通に8ビート叩くときもフィルイン叩くときもまずは足のリズムを意識してみてください。で速くなったり遅くなったりするときっていうのは足は一定のリズムは踏めてるのに手だけが速くなるっていうことはほとんどないので、足が速くなったり足が遅くなったりするとその足のリズムに手がついていってしまうんですね。なので、どん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 速くなっていく傾向にあります。なのでまずは足でしっかりとリズムを取る意識を、持ってみてください。そうするとだいぶ意識が変わってくるかと思います。で、そこで足でしっかりリズムを取る練習なんですが、まずは音楽を聴きながら足で例えば四分音符だけを取る。普段ライブとか、音楽聴くときにこう手拍子したりすると思うんですがその時に手のこの手拍子する感覚を足で取るっていう形になります。なので自然にこう聴いてきた音楽音楽が入ってきた耳から入ってきたとと同時にこう足でまずは合わせていく。それができれば、ずれることはまず、ないと思うのでしっかりと足を意識する。で、もう一つは叩く方弾く方歌う方ではなくてしっかりと周りの音をよく聞くっていうことですね。リズム感がないんだけどってよくいらっしゃるんですけど、ほとんどの方は、リズム感がないではなくって音を全然聞けてないっていうことが多くあります。で人間の耳は24時間ずっと聞こえてるので、寝てても目覚ましが鳴れば聞こえますし、何か大きな音が鳴ればパッとこう起きたりもするかと思うんですが目はつぶればつぶれるんですが耳はずっと24時間休む暇はありません。なので聞く意識を持たなくても自然とこう聞こえてきてるっていうのが人間の耳なんですね。で、ただし聞こうっていう意識をして聞かないとしっかりと聞くことはできません。なので
しっかりと聞く意識を持って聞くっていうことですね。ただなんとなく聞くではなくて、しっかりと聞こうっていう意識を持ちながら合わせていく。それをしっかりと意識付けしていってください。ドラムを叩くということは周りとこう合わせなくてはいけないので、しっかりと聞いて合わせる、聞いて合わせる、叩く以上に聞くことを意識すれば、自然とその曲の中に入り込めますし、自然とその曲に、合わせられることもできます。なのでまずしっかりと聞く、そして足、下半身でリズムを取るということを意識してみてください。で、あと3つ目ですね。3つ目は最初から難しいフレーズをやらないっていうことですね。どうしても複雑で難しいフレーズをやろうとすると、どうしてもリズムは崩れてしまいます。リズム、ドラマーにとってリズムが崩れるということは、野球選手のピッチャーがストライクが入らないっていうのと同じです。どんなに、スピードが速いピッチャーでも、ストライクが入らなければ試合には負けてしまいます。なのでドラムもいくら手足が速く動いても、しっかりとしたリズムがキープできないと、それはドラマーではありません。なのでしっかりとリズムキープができるフレーズを、まずは簡単なフレーズから練習していく。もちろん難しいフレーズをすごく、速くやりたいっていう気持ちはすごくよくわかるんですが、僕らは、だいたい演奏するときは自分の力、自分の技術を、まあ、100とすると、だいたい60、70の、力しか普段、演奏するときには出してません。その 30%、40% ぐらいの余力があるから、実際に演奏してもリズムが崩れないですし、難しいフレーズを、やらないで、叩くので、シンプルだけどしっかりとしたリズムが叩けます。100の力を持って100% のその曲の中で演奏を入れると、やはり力が入ってしまったりとか、難しいフレーズだから、リズムがずれてしまったりとかっていうことがたくさんあるので、まずは自分の力の範囲内で、フレーズを叩くっていうことが大事になります。なので、難しいパートをいきなりやらずに、まずは簡単なフレーズ、4分音符、8分音符、16分音符、それを混ぜた形でフィルインを作っていく。そしてそれができてきたら、少しずつ少しずつ複雑にしていくっていうところですね。それをしっかりとしっかりと意識してみてください。そうすると自然に曲も聞く余裕もできますし、楽譜見て叩く方は楽譜を見て読んで叩く余裕も出てくるかと思います。全ては自分に余裕がないといけないので、聞いて合わせて叩く、目で読んで叩く、その余裕をしっかり持ってみてください。そして自分の叩ける範囲の中で曲を作っていく、音楽を作っていくっていうことを意識してみてください。いかがでしたでしょうか。今回、3つポイントを挙げました。まず1つ目ですね、まず下半身、足でしっかりとリズムを取る、足を意識するっていうところですね。しっかり足を意識しながら手で合わせていく、足を四分音符でこう踏みながら、いろんなリズム、全てのリズム、一曲通して全てのリズム四分音符で足を踏みながら叩けるように練習してみてください。で、2つ目ですね。2つ目はよく聞くっていうことですね。ほとんどの方がやっぱり聞けてない方が多いです。今聞いてましたか、しっかり聞いてましたかって言ったら、やはりこう聞こえてない方、今ちょっと、叩く方に、夢中になってましたっていう方がほとんどなので、しっかりと周りの音を聞く、周りの音を聞いて合わせるっていう意識を持ってみてください。で、3つ目ですね。3つ目は難しいフレーズをやらないっていうことですね。なんで自分のできる範囲内で曲を作っていくっていうことです。コピーバンドとかで、その人がフレーズを叩いてて、やはりその人と同じようなフレーズを叩きたいっていう気持ちはすごくよくわかるんですが、それができるためにはやはりその人もすごい年月をかけて練習してやっとそこにたどり着いてるわけなので、しっかりその練習を積んで積んでしっかり叩けるようになったらそのフレーズをやる。もしそれができないで、リズムを崩してしまうようであれば、
今のできるフレーズをそこで使っていくっていうことを考えていった方が、最終的にはすごくリズムは良くなるかと思います。この3点を意識してみて、練習してみてください。実際にどういうリズムを、叩く、練習方法、練習をやればいいかっていうのはまた別の動画で、ご紹介していきたいと思います。では今回は、最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。